外明るいな。じゃんちゃかちゃかちゃかじゃんちゃんじゃん。じゃんちゃかちゃかちゃかじゃんちゃんじゃん。じゃんちゃかちゃかちゃかじゃんちゃんじゃん。じゃかちゃかじゃんちゃんじゃん。じゃんミ三分トーキングピンポンピンポン ピンポンピンポンピンポ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 ンあもう今日も来たもうこんにちはピンポンもういつもいつもうるさいな毎日暇なのかなピンポンでもブブー毎日暇ですけどいつも来てるわけじゃないですたまにしか来てないですはいはいはいちょっとこのドアを 開けてはくれないかもうなんでこんな時間に来てるんですか、うん、いつも。もっと遅いじゃないですか。しょうがないさ。なんでよ。この時間しかできなかったんですよ。大体ね、うん、あの、あなたこういう時間に外に出ちゃいけない人なんですよ。私もちょっと今、<laughs> えー、あの、明るい中で、羞恥心が芽生えてきている。大体 <laughs> ね、あの、うん、朝は、はい、朝でいいですよ。 バレてないから朝はね朝すぎてそうなんですよね朝すぎるんですよミキもなんか朝モードですしねそうなんだよ大体ねこんな夕方ぐらいのみんなもう目が覚めてるぐらいの仕事もパタパタして人ってるあのパーマネントやろうなおもしろもですかねも時間にあなたが登場されるとですよこっちとしてもなんかねえって思うんですよいやこっちとしてもええですよ これ考えもん、まあ、朝の正規さん見てみ朝じゃないこの時間の明るい時間の正規さん見てみど,どうですかうんなんかなに<何> <laughs> <laughs> 言えやなんかまじでもうどうでもいいけど早くドア開けてくれませんかああもう開けませんもうあ入りますじゃあ一回ちょっとだけですよええそしたら私歌ってあげますから <laughs> いやいいですそれはなんで歌わなくていいです私の歌聞いたことある <laughs> ありますよ <laughs> あのね、はい、当然ありますあのね夜聞くのも辛いんですよあこの時間に聞いたらちょっとこの後の仕事にちょっと支障出るんじゃないかなと思ってるぐらい今日はとっておきの人情の歌を用意してるんですよ大体 <laughs> い,い,いつも人情、まあ,あそうなんですかはいじゃあちょっとイントロをお願いしますじ <laughs> ゃじ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 ゃンじゃじゃん ちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃん。渡る世間には鬼ばかりなのね。テレッテ天使みたいな顔の鬼もいるのね。テレッテいつの間にかぐるぐる縛られていた。テ,テほどこうとも。 見てみたらどかれてた千年万年,万年時が過ぎれば過ぎてどんな苦しいこともきっと解決するかな,ーなどうねもういいですか <laughs> もういいんじゃないですかそろそろ始めましょうかいきましょうかこの時間ですけど皆さんそれでは 今日もよろしくお願いします。ウェンちゃん美希の氷流。 こんこんばんは合ってるな一応こんばんはだわ時間的にはねそうだね気持ち的にはおはようだけどね今気持ち的にはもう地に足がついてない状態ですか今ちょっとちょっとふわふわしてるふわふわしてるな今ちょっと浮き足立ってる気持ち悪いですよまあまあ今日はこの時間に漂流してまいりましたとはいははいい。いうことですけど上条さんはい。久しぶりじゃないですか本当ですね漂流ももうさ漂流ラジオのさ意味すらちょっと忘れてきてたよねだいぶだいぶねもう本当 金曜日の夜10時で時時に落ち着いてたかなと思って安心してたんですけどねまあし方ないんでしょうけどもまあねたまにはさどんぶらこをしてもいいんじゃないそれが漂流ラジオの醍醐味ですからねそうよねあなたなかなかこんな番組ないですよ本当よね今週できないから違う時間にやろうっていうどんだけ自己中番組なんだっていう話なんですけど執着心ね執着心な執着心ね 聞いていいいててただるリスナーさんへの愛ですよ、はい、やっぱり<お>だからこうやってもうお休みするよりは時間を作って声をお届けしようというやっぱり上条さんの賜物だと思いますよこの精神のこの正毅さんがそんなこと言うなんて本当とね見上げた度胸だなと思いますあのリスナーさんへの愛って言った今 言いました。びっくりしちゃ。びっくりしちゃ。やっぱ人って結婚すると、何ですか、ちょっとなんか。心が落ち着くのかな。まあゆとりはあるよね。うわ、気持ち悪い。うるさいよや。何が気持ち悪い。あほら。ほら、正義はね、慣れないこと言うから噛むだろうって言われて。テント頑張ろうか。さっきね、三分トーキングやったじゃないですか。まあまあ、はい、やりましたね。こんなね。まあ。 家ども曇りだったからまだ良かったもののうん、うん、雨も降ってきちゃってそうねちょっと暗いからな、ね、まだな本当によこれが夕日で照らされててみ <laughs> うわやっあのねまあ、うん、この時間、うん、漂流ラジオって何だっつう人もたくさんいらっしゃると思うんですよああそっか改めて、うん、本当にちょっとキモい番組ですけど <laughs> ご説明した方がいいんじゃないですかえーっと 具志堅ファミリーの。はい。<laughs> <laughs> 具志堅ファミリー終わったんだよ。<laughs> いいんだよ、それ。<laughs> 今も、名ゴファミリーになってる今ね、女村ファミリーになってます。ああ、そっかー。<laughs> あのね、漂流ラジオョっていうのは、はい、えー、いつもは金曜日の夜10時からやってるんですけれども、あのー、最初の発端がまず、うん、もういろいろぐちゃぐちゃに流れてまして。ははあのー、最初がさ、最初木曜日の9時ぐらいだったんだよね。 だけどあのエロラボが入るっつってうん、うん、金曜日に移ったわけよね。エロラボにどかされたわけこれ、うん。まあしょうがなかったわけよね。そ,まあ、そ,そ,それででもやっぱりエロラボが金曜日に来るっつって、うん、あじゃあわかりましたまた木曜日に戻りますっ,って言って木曜日に戻ったわけよね。そんな経きさつがあったわけそれが23回あってうん、うん、やっぱり、あのー、エロラボってさあのー、このお水。 じゃなくてこのそういう人たちをゲストに迎えるでしょだからみんな金曜日は忙しいと分かるわで木曜日暇だからなそう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 金曜日はあれなんですね忙しいということであじゃあやっぱり漂流ラジオがこのラジオが金曜日ですねっつって最初は「もうすぐ金曜日」っていうラジオもう長いな説明長いなまあいいかということで今日流れ流れて「漂流ラジオ」ですよ俺もいいんんかそうなですよ そういきさつで今日はねこの時間にやってきましたそうですね改めまして自己紹介しますかはいそうでした私上条美希ですよろしくお願いしますはいそして私イラミナセイキド S よろしくお願いしますド M だろそうですね僕も基本的には S ですよあなたがド S すぎるから僕がおのずと M になってるんですよ美希はド S じゃないわまああの中間中間なやば中間なんでもない 何でもない。S でもない、M でもないと。ただ、この番組、リスナーとは戦っていく番組ですからね。そうだったのええ。らてめえ、なんで夜のテンションで来ねえの夕方よ。朝やったこともあったさ、一回。そうだよね。朝朝さ。マイオシスより前な。あのよ、朝はやめような。朝はな、きついな。今やってみマイオシスより前の時間帯であなた。 これやるわけでですよ無理だな恐ろしいでしいょマイオアシスでさえほらカミカミなのにミキーさ、うん、まあいっかまあ夜がいいんでしょうけど本当はよろしくお願いしますよ,よますあとちょっとの1時間、はい、1> ということで今日のオープニングナンバーをお届けしたいと思うんですけれども、はい、最近ねこの3月4月は春をテーマにした楽曲をいろいろお届けしたいなとあそうなんですか思っているんですよ ちょいちょい言ってはいるけど俺それ。ということで一曲、うん、しっとりとしたナンバーお送りしましょう。はい、スケで春 はい。春ですね。な、いいな。やっぱりこの騒がしい時間帯ですけど。はい。こうやってゆっくりした音楽を聴くっていうのもやっぱり一つ。そうですね。いいなと思いまして。大人として。ええ。上条さん。はい。じゃあいつものお願いします。一旦。C. M. です。怖い怖い怖い。怖い怖い。 うア <laughs> たりこうすけに触発されちゃったよねうんそれなすぐ影響されるからなすぐ影響されるからね自分がないから自分がないな自分探しすらもう失敗してるから自分がないから <laughs> <laughs> 怖さよ<笑><笑>あメッセージテーマを言えばよかったなア<ー>たりこうすけの真似してる場合じゃなかったねどうだう <laughs> じ,ゃじゃなかったな <laughs> あいいやまあいいかもう c ム明けにじゃ あピューさんの前来てて読めなかった、うん、読めなかったメールあ,ーあったよね、えー、ピューさんいつもさアーカイブ見るよねとそうだねあいつだっけな忘れちゃったなじゃあメッセージが来なかったら、うん、あのメッセージが来たてでしゃべろう、うん、だからよ <laughs> 手元が震えてるよ。まうん、絡まってさ。絡ミキーよ、こういうのよ、まっすぐしたいわけよ。なるべくしたい。気になるよ。うん。ニカッチ特番のなんか台本。あ、なんかありましたよね。なん,ねうん、なんかミね、朝読んだ気がする。 もう抜かれてるかもああたたたたたこれいいやもう最後だからはいお<う>最後でいいよはいいいねはいそろそろっすなはい <laughs> いつもと C M が違うから変な感じ<あ>がする本当だ本当だねリズム狂いやすこんな C M 聞いたことない <laughs> ないな <laughs> <laughs> ましてこんばんは。ええ、久しぶりにこの時間にやってきました。漂流ラジオの時間です。お相手は上条みきと。イラミナ正イです。よろしくお願いします。い,ますいやー、何回も言いますけど、<ら>また外が明るいんでね。うん、<laughs> いつまでたっても明るいね。ああ、これ多分だけど、うん、番組中に暗くならんぜ。どうする、喋れる。やっぱり、それ相当のテーマが必要じゃないですか。<laughs> ような手くさのような前振りら今日テーマ何にしますかだ <laughs> からなあまあ全くその夕方からやるというその漂流の特別感もなくテーマも前もって決めないというやっぱりまあこれがスタイルですけどもう <ん S 1> どうしようかねんとうんと「暗闇の中から」とかいろいろにしよう,うそれにしよう「暗闇の中からこんにちは」「<うん S 2> 世界の暗闇からこんにちは」<うん S 2> にしよう「<laughs> テレテテテテテテテでしょ 違うよ。何がよ。何がよ。今、世界の社長からの話だよ。そこから持ってきたんじゃいば。そうだよ。よしじゃあよし今、歌ってたの歌ってたんだよ。だからクソかよ。や全然よ。わらないわびっくりや。ちょっと今から石丸健次郎出そうかな、してたよもうちょっと。研究してこい。分かったよ。あとでもう一回やるからな、いいよ、別に、あの、金子正規やってもいいよ。メールが来たら、俺、じゃあさっきの定例 ててててれれ言うよ来たらよ来たらね来たら僕それ言いますから石丸健次郎登場しますからあなたが石丸健次郎で呼んでくださいわかった一応石丸健次郎実は分かってないけど分かったじゃあ今日のメールテーマは何暗闇からこんにちはだった知らんよ忘れたわもういいわまあそういうそううい系なそうですね皆さんよろしくお願いしますお願いします 一週間ぶりですけど。そうだね。あのまあぶっちゃけ一週間いないぶりじゃないですか。そうだね。いですね。本当に。あなたとは一週間で一回でいいなと思ってたんですけど。そう。ぶぶっちゃけも今週二ぐらいじゃないですか。金木だから。そうだね。怖いなと思ってね。ラッキーボーイ。何がラッキーボーイはラッキーがある。何してたのこの一週間。何？元気でしたか？あ元気元気ですよ。六日？はいはい。いやいやまあ。 なんていうか、忙しくもなく、暇でもなくという感じです。当たり障りのない生活をしてました。あ、うん、嘘。人にさん惑。当たり障りのない生活って何ねあまりお金を使わない。あ、ほうほうほうほほ、うん。あまり人と会わない。おお、うん、新婚。もうん。<ー>挨拶はしない。そのぐらいですね。はあ。当たり障りないって、普通の生活ということじゃなくて。うん、ほ、なんで。何がですか。<laughs> まだ奥さんとは別居してるの。 いや <laughs> <laughs> 別居と言われるとちょっと聞こえ悪いっすけど <laughs> まあまあまあ一緒には住んでないっすけどそう,そういうあなたどうだったんですかミキ、はい、ミキさあれがあったさ<ん>吉本沖縄か月言ってたな出たええー、今日もね<っ>ステージだったんですよあそうなのどうだったどうだった今日は今までの中で一番良かったって言いよった あそう演出の人があれ何回出て何回目なの今日うんとね今日は四回目あ結構出てるじゃんそう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 週に一二回あるんだな本番かなえそれで何にしてんの何役なのそれマドンナ何かさあのさ新喜劇とかさ喜劇ってさあのちょっとさうんとヒロインみたいなマドンナみたいなあの役割があるらしいねあそういうのがあるんだそうそうそうそれであの皆さんね吉本 芸人さんなんですよこっちでねよく喋ってるクーバさんもいるしあのアジラジのおやゆみうんそうそうあゆみさんもいるしあとねあのね一応ね FM 講座でいる人いっぱいいるんだまあ一期生とかね多いからなトナイトファイブやってるメンバーもそうでしょうかねいつも夜ねミキたちの漂流ラジオが終わった後に会うあの人たちとかもいるあの人たち名前は覚えてないツーシームとかなそうそうそう の金城がたよなんでいるんですかとか言われなかったうん言われた言ってないからねの人もいてんかこのじこんなところで会うとんかうーって言ってたやっぱりキモにいですねとか言われうみんな一応ね礼儀正しいとってもまあまあまあそれはなそうですかよかったねじゃあそれもう舞台立って一応マドンナっていうことですかどんなセリフがあるの

ちょっと待って、一斉さん、ちょっと待って、あ後で,でいいよ宣伝させてくださいれる、はい、やってるから、<laughs> うんうん、皆さん、ぜひ、平日公演ってさ、んんがさ少ないんだないだ、まあ、週末とかに比べたら少ないのかな、どうしてもな。だけどさ、とってもさ、この芸人の人たち面白いから、ぜひ見に来てください。まあ、宣伝、宣伝 <laughs> <laughs>、まあ、平日だったら、あなたもいますよと <laughs> <laughs> ういうことですか。<laughs> 分かんんなないけどなんかさ<う>ミキーさあの即興芝居やってるさあやってるねで普通の演劇もやってんで明日からまた本番があるんですけど、はい、あのね即興芝居をこの吉本の人が見に来てたわけよ、うん、あそうなんだそれでたまたま大阪から来た時に、うん、あの見に来たらしくてあなんか新,このき新喜劇にできそうと思ったってああ,のーあんまりこう ラジオ中に僕言いたくないんですけど本当は、うん、あなたの芝居見たらみんな、うん、あなたすごいですねって言いますよねっていうさ上条さんが一番素ばらしいとっていうさいう声はよく聞きますよ僕けど、うん、まあねうんとまあでもねそうでもないよ、うん、照れるな <laughs> やっぱりねでもお笑いの劇はちょっとまた違ってああそうなんだ今勉強中ですよあでもまあこれがね経験になればそうねもっといろんなことができるそうね女優さんになれるわけですよ少女ラジオでもなんですか3分コントができるかもしれない <laughs> 3分コントミキがずっと正紀さんに突っ込んでからあなたが突っ込むんですか僕に <laughs> なんでやねんっつってバシバシ叩いて <laughs> はいて正紀さんのこの髪の毛を発達させよう毛根を刺激してそう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 ,そう いいじゃないですか、いい早く小めめ,め <laughs> はい、じゃ、もう一回お願いします。てれって、いや、いい、一 <laughs> 応やるよ、俺。まはい、メッセージ届いてます、どうもありがとうございます。えー、っと、お疲れ様です。S. P. C. からサラマンダーですって。ありがとうございます。日曜八時の S. P. C. ガーナやってる番組の。一斉さんからメッセージです。うん、よ、暇人。ありがとうございます。<laughs> えっと、C. M. の入り方、力強いですねって。 世間は春になりつつありますが、僕の春はいつ来るかな。この暗闇から抜け出したい。バッチリテーマに絡めました。後でマイオアシス見に行きやすということであ<ー>お。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いいですね。うん、まあ後でマイオアシスという話ですけども、そ<う>この後ね。そう。今日盛りだくさんだね。そうなんですよ。うん、すごい日なんですよ、今日。 すごい日だね、うん、さっきあのテリアサ日選天の林次郎さんも来てたしねそうですねあじこたラジオにゲストで、うん、はい来ていただきましてあの今日9時からねあこのあと7時からねマイオアシスの特番があるんですよ皆さん、うんうん、マイオアシスかどうかもわからない私がよ<ん>マイオアシスをやってるさマイオアシスってほらあなたの心のオアシス的なネーミングでしょ まあそういう意味があるんじゃないのかなあなたの場合「沼」とかそういう「舞沼」みたいな感じはしますけど金曜日はね一応「おまけ」って言われてるからいいんですよいやいやそんなことないですよ7時からね木曜日担当されてるゆかっちが3月で卒業されるということで。よ その卒業特番スペシャルをこのあと7時から9時まで2時間生放送でやろうということですな。で、前和室のパーソナリティ5人が一堂に募ってなんということですかスペシャル感ですななかなかないよねな初めて初めて初めてだかん、初めてだけもうびっくりすぎて俺も田舎なるくらい、そのぐらいはずちょっとずつなれよ、この辺りに。自然と俺、向こうには背向けてるからガラスには。 明るいいの見れないんです小学生通るのとかもね、<laughs> ままいいんだけど、ゆかちさんね、うん、このマイオアシスが始まった時からずっと続いてるあの女性なんだよね、女性、<laughs> 合ってるよ、合ってる,よ合ってるでしょ、うんうん、ミキは一応、うんであの、3年経って、やっぱなんかいろんな都合で、島流しということで、うん、あマイオアシスからじゃないよ。<laughs> うんんかいろいろね仕事の事情で卒業されるということだそうなんだよなあれだよ山内さんとめぐみさん泣くはず泣くはずなこうゆかっちがいなくなるなんてつっていやほんとね俺も「前和室はさまはさ美ちゃんの金曜日が一番楽しくて2番目にゆかっちの木曜日が楽しかったんだけどなお前聞いたことないだろ朝寝てるっつってただろううんうん 今日,聞くよ今日は特番だから <laughs> 一応新聞読んだりしないから <laughs> あ,あそうなの、うん、あそういうことはやらないわけやらないはずよじゃあもうみんなでもワイワイ楽しくよかちバイバイっつってやるわけだ、うん、そう多分ね7時から9時までうん、うん、いろいろその間にねあの抜けたり入ったりするかもしれないけどはい、はい、5人が揃うのは初めてですから いやー、なんかちょっと楽しみになってきたな。あうどういう話になるのかね。うん、いや、それぞれやっぱり同じ番組を担当してる。5人じゃないですか。でまあ、メインで喋ってるわけでしょ。うん、そんなさ美人5人組が揃って辛いよ。<laughs> 揃ってよ。<laughs> これだからつらいよ、やるな、それ同じ顔やしさ、<laughs> さっきから。それをやって、どうなるかっていうのがちょっと楽しみだね、<う>この2時間の枠でね。わからんよ、何もしゃべらないかもしれない、<laughs> みんな緊張してから。それは振るだろうよ話をよ。<laughs> つって誰でしたっけ?」っつって「はじめまして」つって <laughs> 事前に会ううだろうどうせ知ってるしかも違うさそろそろみんなね集まると思うんだけどねそういう意味では朝のあなたはい、はい、朝の上条美紀じゃなくて、うん、今夜の上条美紀をさらけ出すことになるんですよ、うん、<laughs> 朝聞いてる人からはさ、はい、夜たまにブーイングなんだな本当 <laughs> ね こいつうるせえっつった。<laughs> まあなあ、うん、それが売りですからね。あさで,でさえうるさいって言われるけどね。うんうん、まあいいんだけどね。はい、あのー、あのあれよ。んは。 は。今ツイキャス。今つい、急に変な声出すのやめてもらっていいですか。待って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 。あの今ツイキャス見てんだけど、まずペッチョとさんが来てますよ。何のラジオねって。いや知ってるだろっつって。ペッチョさん先週、あのゲストで出てくれたから。漂流ラジオです。あえて宣伝入れてくれてるわけですよ。よろしくお願いします。お願います。そしてさっきからね、あのこのラジオね。こんな時間に聞くの恥ずかしいって言ってるテント頑張ろうかいさんが。ミい。キーマイワアシスやってるの。 いいのって <laughs> まあ心配になるでしょうね心配になるでしょうねでもまあ、うん、頑張ってるからねそうよねうん、うん、いいんだよ別にでねこれですよ問題は何ですかミーミーさん来てんですよミーミーさんはいミーキーセイキーさん守屋だって <laughs> ちょっと待ってくださいこれ月一ゲストのいや月1レギュラーの 森谷さんからのメールっていうことで、解釈してよろしいんでしょうか、うんうん、怪しいな。怪しいですね。あのね、怖いよ。全くね、あのー、もう100年前ぐらいの機械の技術で生きてる森谷さんがですよ、うん。文面もですね、これ古代文字の文面なんですよ。大体、うん、<laughs> いい自分の名前を森谷だっていうの <laughs> わ。渡り哲也か。<laughs> 森谷さんぐらいしか知らないんですよ。態度でかい。態度 <laughs> でかい。いいんですけ今 <laughs> あ、そう、あ、聞いていただいてるん嬉しいな。先週はね、はい。森谷さんと。はい。ぺっちょちょさんが。ここに座って。おっさん、おばさんかな。そう。じゃ、お前もな。そして、私もな。そうな。もうね、まあ、いいですよ。みんなで、夕方楽しんでいきましょう。そうですね。うん、ということで、一旦 CM エいこうか。あ、うこんな時間だからね。早いな。いつやっても早いもんですな。せいきさん。い。いつもやってる恒例の。 わかりました。お願いします。あれですね。あれお願いします。それでは、うん、CM 生かしていただくぜ。あうざい感じ。ちゃけなどうぞどうぞ。<laughs> ええ、聞いてるのか。あ、モリアだって言われてるよ。受ける。このね、多分ね、お姉さんがね、お姉さんでね。 マジか <laughs> ツイキャスではね正紀さん映ってないけどユーストリームでは映ってるんですよ皆さん、はい、だからねやっぱりさすがにこの時間にやると、うん、いつもの人から目がこない,い、うん、<laughs> みんなだってみんなだって気付いてないはずよ <laughs> だからな前も、うんまあ、って宣伝入れればよかったねいいよ宣伝したら漂流ラジオじゃなくなるああそううだな、うんそうだよ 漂流教室漂流教室じゃないよ漂流ラジオだよ <laughs> <laughs> 説明下手さよって何の説明かね新喜劇の説明漂流ラジオの説明 全体的に説明は下手っていうことないですよ <laughs> <laughs> 夜と変わらんでしょう <laughs> 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 暗闇から「こんにちは」って言ってるけどね全然暗闇じゃないんだなうん,うんそうなんだよなびっくりしちゃうよね俺なんかが暗闇すぎて多少のことは暗闇と思えないからネタがないんですよあそろそろです <laughs> どうしようかなはいいくよ はいはいはいそういえばさあのまあ闇じゃないですか今日のテーマテーマはいはいはい本当にこんな何闇から「こんにちは」みたいなテーマやってていいんかなって思ったけどちょっと一個気になることがありましてはい 夜さ、部屋真っ暗ななるじゃいですか帰ってきたら何も見えないじゃないですか基本あまあ出るとき消すからね基本ねだけど手探りで電気とか冷蔵庫とか中身冷蔵庫開けたら光るからなんだけどわかるっしょあれすごくないですかっていう話何も見えないのに家に帰ってきてわかる あのー、テレビのリモコンとかもかあどこにあるかわかるようななんとなくだけどあれじゃない毎日暮らしてるからってことでしょだと思うんだけどすごいなっていう話をしたい、うん、何かメルヘンだな今日な、うん、ほらやっぱり暗闇の中にも、うん、その明るさ、うん、みたいのを持ちたいじゃないですか <laughs> 意味がわからない本当はよ、うん、この話をするか、うん、チャーハンのレンゲの話するか迷ってたんですよ <laughs> どういう意味、チャーハンのレンゲは、じゃあ、どんな話だったの?。チャーハン食べるときレンゲ出てくるさ、お店とかで、あ、レンゲつってたら、あのスプーンみたいなやつよあれ、本当にチャーハン食べるのに合ってんのかっつう話ですよ。食べにくくないかってな。口がな。そう。あの、はい。 で、入れることも難しいけどこのチャーハンを唇からすくい出す時もこうなるもんなめーってなるだろしかもよそのレンゲ太いさ縁とか焼き物だからそれにチャーハン乗ってんだぜそれまず口に入らんさ食べる時フッてしないといけないでしょで無理やり食べれたとしてもよ中に空気いっぱい入るんすよいいバーっつう話よそれでいいんじゃないの 言われれててみばよく考えカレーとか食べる銀色のねスプーンが一番食べやすいんじゃないかって俺はずっと思ってたのよ大体スープならいいよレンゲでラーメンとかのスープもレンゲで飲んだりするからチャーハンはそれでいいんかいっつう話なんですよ中華料理屋さんに行っまあ最近は行ってないけど行った時よでもさミキはさ銀のスプーン好きだよたださ あのー、銀のスクープーンで食べた時ってスプーンの味しない、うん、ああの税、ー、理使われてるスプーンはするかもあそうなの新しいスプーンはしないんじゃないなんかもう立派ってなるだろう銀,銀がもう削れてるなんかさアルミのさ感触が味になってるのか知らないけどうん,、うん、なんかさ、あのー、そういうこともあるんじゃない歯に もんだらしってなるやつでしょあのさ雨が降った時にさアスファルトの匂いするさああしますねそんな風な雰囲気でスプーンの味がするああもうそれを口に入れたらそういう感覚に陥るんだそう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 あるかもなあのさ沖縄のさ黄色と赤の橋あるさあああ飯っていうのんか橋のことそうそうそうあれもさ着色料の味するよねうそだからさきっとさチャーハンはさレンゲなんじゃない 逆にいいやんねだってさ<は>もしくはあのまあいいけど <laughs> このさスプーンによってさとっても高いスプーンで食べるとさうん、うん、とってもおいしいとか言うよね。あその使う器具でな、うん、お箸でも何でもなそうなんだろうな。うん まあ分からんなそこらへんな昔はその赤と黄色の沖縄のおしゃるさあれウッチンとかで染めてたらしいよ黄色いところ、えー、で赤はなんだったかななんかで染めてビスカスかなかな,なんかそういうので漆か,かもしれないなあ,そこはあの入れないもんね口にね塗る、うん、のでなんでウッチン使ったかって言ったらその抗菌するっつってやってたらしいんですよは<ー>今は 今はまあその普通の黄色とか赤とかの着色料だと思うけど昔ながら出やってるお箸もまた作られてるかも分かりませんけどだってさそしたらさあのさうっちん飲みながら健康になりながらさ、うん、そうなんですよで、ね、理にかなってるわけだかところがそのチャーハンのレンゲはどうなんだっつう話なんですよ、うん で、俺はその話しようかなと思ったの、本当気になってますね。うん、停止食べにくいのかな。考えた方がいいじゃ確かにさ、あのとっても長く使われてるさ、食堂のさプラスチックのあのお箸とかあれってさ、あのレンが食べにくいと関係なく躊躇するよね。若干な。これはわかるわかる現れてたとはいえ、何千名もの人の使われたのさ。で、あの古いやつって。 ちょっと毛羽立ってたりするさ。わ <laughs> か,かる。わ <laughs> かる。<laughs> プラスチックが。わかる。それはちょっとあるだよね。まあ、な、うん、まあ、あの、清潔にはもちろんしていただいてるとは思いますけれども。やっぱり、まあ、そこら辺が目につく人もいらっしゃるということですな。うん、で、レンゲといえばさ、うん、ミ木最近うどんにはまってんだけど、かなり。うどんずらしてるからな。<laughs> 何でも言えばいいってもんじゃないからなお前言っとくけど <laughs> 言っとくけどなんかナマズじらしてるわ何え誰がナマズするなお, <laughs> お前やまあいいんだけど<前>それもさとってもうどんはまってよく食べてんだけどなぜかさ花丸うどんにもさレンゲがないんだよあわかるよわかる、うん、俺、ううどんめっちゃいくしあ、そううん あのもう食べるの決まって、うん、あ安いわけわっちあれだよ、あのうん、そういううどん屋さんでさ、うん、その、なんていうのかな、フードコート的なやつとかあるじゃん。うん、あるあるある。の中にあるうどん屋さんとかって、うん、そのうどんを注文するところで、うん、なんていうの,<文>あ,のあの、揚げ物とか取れるやつおにぎりとか。 はい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 ちくわ揚げを追加してみたりとか、えーえーえー、ミキレンコンが好きあする、うん、俺そっち早いからさ取らないから、うん、ほらす<ほら> <laughs> って注文できるんですよ<ー>逆にあの前の人早く注文してくれんかなって思ったタイプですかけですか何がですか,かけのシですかいやいや違います違います,何ですかあのね豚塩なんちゃらねぎうどんみたいなおおー高級だ うまいわけよこれめっちゃもうごまとか最後に調味料をかけれるさそうそうそうごまめし,めしさくは <laughs> 結構けるんですよあれさ天ぷら取らなくてもさ最後にさ天かすとかさああそうそうあれ取れるからいいんだよねそうそう自分なりになアレンジできてなそうそういいんですよねお手軽でなあなたそういうところも行くんですね行きますみき再建よく行く普段何食べて生活してんのかなって気にはなってたんですようんとね一応グロモントはよく飲むグロモント飲むグロモントをよく飲むまああなたのお仕事体力勝負みたいなところありますからねそうなのそうなの多分ね体力と 精神ともうさこのさ芝居の稽古をしてるとさ、うん、みんなさあのー、セリフとはいえ、うん、すごい言葉を罵倒したりするさまあその役でなそ<う>言ったりするからなそう,うん、うん、でミーキも罵倒したりするさはい、はい、あなたは素でやってるんでしょうけどねそれこそマドンナとかもやるわけいまいんだけどやるさ <laughs> でさテンションめっちゃ上がってるさだし本番の前になるととっても真剣だから、うん、あのー、すごく精神的に参るよね。いやすごいなと思うのよ、うん、例えばその役を掛け持ちすることあるじゃないですかあな,あなたの場合の片やこの時間はこの役やっててはい終わってすぐ切り替えてまたこの役みたいなことやるわけでしょそうなのだできるのそんなことマジでできるよ、ま、入れてさ頑張るわけじゃん真剣に。うん <laughs> でそれからまた何ヌーガラお姫様風人の汚い役するわけじゃないですか <laughs> <laughs> だからそういう切り替えがよくできるなっつってなあ<ー>、まあ、感心するなっていうところもあるんですけどね,ね最近までは3つ掛け持ちだったしねああそうでも1個終わったから今次は吉本やってままた明日から始まる劇うん、うん、あそういえばあなたあの告知あるんじゃないですかももうう個やるはいもう 劇の話してるついででよければ <laughs> どうぞどうぞ連結からなんでこんな話になったかな <laughs> 続いてよかったですよ <laughs> <laughs> あのね今ねミキでもさあの吉本新喜劇,劇本当にとっても楽しいわけよああそうあのさ、うん、ぶっちゃけ最初あの誘われた時は楽しくないと思ったわけようん、うん、だってさあのお笑い芸人の人ってさとっても技術があるしさ、はい みんなのさ、いろいろな間とかあるさ、うん、だからさ、ミキが入ってもできないと思うし、まあ、と思ったんだけどずっとみんなでやってきたことだろうからな、そ,<う>そこにあなたが入ってな、そう、しかもお笑い芸人だったらよ、うん、このいきなり入ってもきっとやり取りが自然にできるんだろうけど、うん、ミキはあの演劇やってるだけだからと思ったけど、あの人たちすごいね、やっぱ合わせてくれるんだ、合わせてくれるし、全部拾うしあ、なんか芸人さんってそういうところはありがたいな。<ー><ー>とっても あ優しいねあそうですかやりやすい舞台なんだうな。でさあの必ずさこうやって劇にやるときってさアドリブの場所とかもあ,るあったりするさ。あ,あるだろうなここで何か文句を言うっていうその文句はその時考えるみたいな箇所があるんだけど、うん、その時にさみんな稽古でさかなり暴露し合うわけよ。<laughs> 本番では言えなないような 下ネタとか、あのー、<laughs> 下のパーラーの誰々が誰々とやったとかみたいな話 <laughs> 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 まあ家はな本番中だそんなのを言う,、まあ、言うわけだとっても面白いそれはあなたも言ったりするわけでしょミキはさ分からないからとりあえずうんこって言ってるバカ野郎 <laughs>。<laughs> 無難なのかもしれんけど、うん、無難かな、今のな。最低か、うんこか、茶色いズボンの人がいるからさ、うん、もう,うんこしか思いつかんけど、それ言われても、そうだけ <laughs>、まあ、そう。まあいいんだけど、はい、っていうのを一応、平日やってて、はいまあ、そのあなたがまた舞台の方を控えてるみたいですね。あの明日からね,、えっと、ね、おかしな劇っていう、おかしな劇。 ただ決して変ではないっていう劇をあの那覇の我が町の衝撃場っていうところでやるんですよ。うん、もう今さえ稽古してんだけど、ぶっちゃけ面白いか面白くないかも分からんわけよ。自分<おい> <laughs> 言うなよ、それ。でん <laughs> だからよ。大体いいフライヤーにもデカデカとさらされてるんですよ、今回もあなたの顔が。出演者3人だけよ。もうい,いいじゃないですか。ミキと あの若松の小劇場の,あの主催の福永武文さんという方と、うんはい、で劇団大勢の,あの、うん、去年頭になった荒垣伸也さんで、はい、3人でやるんですけど三木、ミキぶっちゃけねもうテンパりすぎてね、うん、あ面白いのかどうかよくわからない、まあ、やっぱりまあ並びで見ると、うん、まあお二人は先輩みたいな形になるちゃわけじゃないですか20年ぐらいずっと芝居やってる人ですよあ、まあ、そういう二人に囲まれてあなたも勝、うん、ては私2年ですよ いやまあ言ってもあなたも芸歴は長いでしょ。長くないよ <laughs> 何人なんだよそ <laughs> なんでそれで返してきたんだよマジで。まあいいですけど短いよ、まあ、まあそれまあ短いとしてもやっぱりそのあなたを並べても面白い劇が作れるということでこのラインナップになってるわけですから、うん、それは。 頑張って楽しんでそうよ、ね、いただかない,と頑張らないといけないんだけどあそうこの演出がさうん、うん、去年11月にさ来たペ・ミンギュさんという韓国の方だわけ、はい、であの福岡がどっかでも芝居やってて沖縄できてやるっていう,うん,、うん、なんかさこの外,外国の方が来てさ演出するって言ったらも,うものすごいような感じがするさまあなんか聞こえような おーってなるなるだけどまだね中はてんやわんやね <laughs> <laughs> 言うんじゃねえよそういうこと <laughs> じゃすぐなんだからそれ <laughs> ペさんさ<ー>稽古の時間よりさゆかちさん来たよああ来ましたねあのさペさんさこの演出のペ・ミングさんさ、うん、あの稽古の時間よりいかんせん食事が長いんだ。 うんもう食事をしながらみんなで仲良くなりながらいい芝居が作れるっていうのだからレンゲで食ってるから悪いなあちょっとレンゲも使ったわ昨日やっぱり食べにくいだろうペさんも食べにくいっ言ってたでしょ食べにくいっぺつしいフニギって言ってたけどフニギの語尾が分からないまあいいんですけど皆さんぜひ明日から金土日やりますのでよければ見に来てください金曜日明日は8時 でそれでね今日ね漂流ラジオできなくて今日にねやらしてもらったんですけどいやいやいいと思いますよねえもう一度えっとどちらでやられるんですかえっと我が町の衝撃場ですはい那覇市松尾ですでえっと那覇市海南バス停から降りたちょっと近くにあってで金曜日は8時出てて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 てメッセージ来てるんですかはいメッセージ来てるみたいですねタイミングいいのあアジクタラジオに来てるよ読みましょう。 ゲスだなだって今ごめんねじゃないんだもん,ん、ね、あの読ましてもらっていいですか、うん、番組名だけ、えーうん、漂流ラジオに直してもらっていいですか OK です、はい、お願いしますそうですねじゃあラジオネーム沖縄市のごまちゃんさんからです <laughs> ありがとうございますありがとうございますえー、っと番組名漂流ラジオに <laughs> はいさい FM 小山の皆様はじめまして RNRN RN って何ね あラジオネームだラジオネーム沖縄市のごまちゃんと申します、はい、うちの神さんからビールのプレゼントがあるから応募しれと命令されたので服従します<ー>なかなか聞けませんがツイキャスで聞けたらいいなと思ってますうん、うん、ビールのプレゼントに応募しますということで、はい、あビールの応募が来ました今応募してるのはい今募集しててですね<ー>この番組ではしてないんですけど これキャッ個いやいしっかりちゃんと回しておきますよおじゃあ当たりますようにはいありがとうございますありがとうございますいいですねそういうのもねで何でしたっけおかしな劇というろいろやるので明日から皆さんぜひよければ見に来てくださいはいあの2,000円なんですけど学生1,000円で役者の人にもいっぱいね見てほしいっていうペさんの 移行、うん、で役者割っていうのがあって、あの演劇とかやってる人は500円割引になりますから。あ、そうなの？ぜひ見に来てください。正気<ー>さんも三分トークングやってるから役者割してください。<laughs> いいのかな。<laughs> <laughs> どこの劇団ですかみたいなこと聞かれたら、なな、石段上条です。あ、あ、だったな、だったな。上条。おお。あなた出てるからな。恥ずかしくて言えないな、それ。はい、ありがとうございます。そして吉本新喜劇沖縄も三月四月までミキま今ね、出る予定だから。あ、そうですか。ぜひ見に来てください。いいですね。はい。というわけで、あの漂流ラジオが、本日はこの時間帯に、久しぶりに漂流しましたけれども。 テーマは闇闇闇でしたの話全然してないそうなんだよねツイキャスでもペッチョジョさんが話ししないとテーマのまた時間がなくなるよって心配されてるわそうですね闇の反対語って何ねって来てますけどね光じゃなまあ一般的にはねそうなるだろうななんか本当にあれですねあのテーマが悪かったんでしょうね みんなコメントしづらいです <laughs> まあそりゃ仕方ないわなそうなの、うん、いいさ闇ってでも大体「漂流ラジオ」のテーマってさ、うん、いつも突拍子もないことが多いじゃないですかぶっちゃけね「フリー」って言いたくないからテーマをあのつけてる無理やりな、うん、それでいいかっつってなあそろそろ、うん、外も暗くなってきましたねあだからこうやって喋りやすくなってきたんすいねやっぱり 夜っていいですね、うん、さあなんかマイオアシスのみんなも集まってきて、ね、この間よ北部行ってからよ <laughs> タイミングいいな <laughs> <ー>北部行ってからよこの間北部ちょっと用事で行きましてハブとマングースって今でもやってるみたいでえそうなの,うん、うん、あの戦うんじゃなくてなんか競争させたりとかやってるらしいという,う話は聞いてたんですけどおーおーハブ対マングースっていう看板が山道に出てたのよお でその下に<う>もうくっついてよよくあの一つの看板に<う>上は違う宣伝う下は違うお店の宣伝みたいな二分割して分けてやられてる看板が、ね、たまに大きいかもあるじゃんあれさ上ハブ対マングースって書いてあって下にしゃぶしゃぶ食べ放題って書いてあったけど <laughs> <laughs> ちょっとね不思議な気持ちになるわけなんですよどう,いうどういうあれだったのいやあの言ってもハブもマングースも生き物ですから。う,うん そこでしゃぶしゃぶ言われるとですねこれ、果たしてみたいなちょっとそういう看板の並びも気になったなというハブしゃぶみたいなハブしゃぶそういうことですしゃぶしゃぶみたいなマグしゃぶ的なことなんですよあれさミキ、マブ屋やってる時行ったことあるあっちでしょうやったわけのの写真そこまでは行ってないのよ看板が道沿いにあってねあなた、そうやそっか。 ああのさあの格好でさショ,ショーとかやってたわけよマングー中の <laughs> ドラマもあれだけど <laughs> 首に巻いたよあの白い幸福のハブあの白いやつ、うん、ああそう、うん、うわまあヘビとか大丈夫っぽいねでもねあ別にあれはね綺麗だったと、うん、ってもあそう、うん、なんでそれ爬虫類とかそういう動物系大丈夫なの大丈夫っていうか別に嫌いでもないよね なんかあのーうん、普通さ、まあ、ヘビって言ったら、うん、うわ、ヘビとか言いそうだけど、うん、あなたの場合だから何みたいな <laughs> そ,そういう態度を取りそうで僕は今し、とっても心配してるいいやいやだって普段の生活でさ、うん、ハブをさ突きつけられることって別にないでしょ、うん、いやだからそれないから怖いみたいなところはないの、うん、あそこにいるヘビは白い幸福のヘビさ、うんはいはい、はい、だった。<laughs> しかも、多分、長年生きてるよね、あれね。まあ、何年も生きてんじゃないの<う>ヘビが何歳までなのか、ちょっと分かりませんけども。もう、あのヘビさ、多分さ、あの生きる気力がなかったよ。<おい> <laughs> もう<い>あの仕事してんだよ。勢力がない。おい、生力。<laughs> ほ,んほんと、ほんと。 <laughs> もうなんかね流されてる <laughs> まあまあ,まあ若い時は彼もシャッ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 言ってたかもしれんやし、うん、まあそれはもう毎日毎日人にこう首に担がれてさ、うん、あいつぎはいつぎってされてたらもうベタベタ触られたそれはちょっと元気もなくなんじゃないのあ<ー>疲れんじゃないの闇を抱えてるんですねまあそうです、ね、幸福の逆にあなたそういったなんかその幸福な蛇とかさ、うん 幸福なスピリチュアル的なやつにちょっと若干興味ありそうな気するちゃあるよ,あるよなミキねあのヘビじゃないけど一番人にあのいっぱいもまれてる時が、はい、あのこの暗い方向に行きやすいや今考えてみたらどういうこと人嫌いだはず <laughs> 人間嫌いまあなそれはもう <laughs> 漂流ラジオではもうおなじみの会話になってますけどねそうだ まあ分からんでもないな。でもよくそういう意味ではその舞台に立ったりするよね。うん、そうなの。あれはさ嘘だから、うん。舞台は嘘だから。うん。あ作った役だからってこと？そう。あまあそういう感覚なのかね。まあ、自分じゃないから。あそうですか。でもなんかよくそのあなたの舞台を見てあなたの演技を見た人がいう感想の一つに、うん、舞台もすも変わりませんねっていう言葉があるんですけど。 ないよないんかいそれ言わないで誰が嘘ついてんだそれマジで舞台娘変わりませんねって言われたことないだろあ巣に見えるって言ったんだよあそういうことか自然に見えるってああ。褒め言葉ですよ言っくもめっちゃあそうなのこれ間違えるとねひどいことになるからやめて <laughs> ああそうですかいろいろじゃあもう役にもまあ大変ですねそういうのもな、うん、そういうの演じきってるってことなんでしょうねこの前のあがみ姫はさあ,、うんうん、あのさ,さいのミーキーをさ書いたって言おったからそのままミーキーでやってくれって言おったわけあ役をそうだからそのままのミーキーだったのに、うん、いろんな人からさなんか芝居してないとかいろいろ言われてからさなんかミーキーこれがとってもイライラして <laughs>、はい、あの新聞の人もさ <laughs> あ聞いてます聞いてます <laughs> 聞いてる?。聞いてます。はい。はい、聞いてます。あのさ大変だよ。いろんなさつながりがあってさその時のやり取りでさあ、あいうことしちゃう時もあるみたいよ。演劇を。素直に。見て書いたわけじゃなくて。ごめん、みき、今ね、言ったらダメだわ。もう喋れないわ、これ。すみません、あの恐怖で話半分しか入ってこない。ですよね。私も今、多分これ以上言ったら、いけない。 あの今日いつもの時間でもないですからね、<laughs> 本当<に>危ないところなんですよ怖いよね、らいメだけどね、<laughs> 本当にね、この県がお金出しているっていうのはね、<laughs> はい、いろんなのがありますよ。ミキは普段ね 衝撃場でやってるからそういうの知らなかったけどそうなまあいろいろ本当に大変ですけどさなんですか優雅な曲が流れてきたということでさあいよいよですねこの後改めて告知させていただきましょうはい。七時からマイオアシスはい。ゆかっち卒業スペシャル欲しいマイオアシス木曜担当のゆかちこと三宅ゆかさんが三月いっぱいでマイオアシスを 卒業しますそれで、はい、FM コ座では卒業そして送別会を兼ねまして本日3月17日木曜日の17時から19時から2時間前、はい、わし特番をお届けします。この後すぐですね。そうなんですよ。うん、すぐですよ。もうなんかね、あのよくね、メッセージ くれてる、ね、リスナーさんとか来てるわあ,あそう、うん、間違ってこの漂流ラジオ見てるやつもいるからないるわさっき間違ってコイン入れてくれちゃった人もいるわ<イ> <laughs> あのその大事な特番 <laughs>、まあ、あなたも出られますからね <laughs> そう、うん、特番の前に漂流やるもんじゃねえなっイキてスに自分のそうそうさうそ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 うもんじうない <laughs> まあいいんだけどそう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 そあのうそ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 ううそうそうそそう 月から金までみんなでお届けしますから聞いてください激励のメッセージたくさんお持ちしてお願いしますそして明日は漂流ラジオ10時からありますけど世紀さんがきっとやるよねやるかな分からないちょっとまだ何とも分からはい分かりませんじゃあ何かお楽しみにはいかりまでは漂流ラジオとしては再来週ですねそうですねまた通常放送やりますからぜひ金曜日10時から聞いてください分かりましたこんな変な時間でしたけどもお相手は上条美樹と伊良美樹世紀でした